はい、ゾウの部屋です。今回は次のライジン27勝手に試合カード予想1です。テーマは3つです。朝倉海バンダム級トップ戦線、2つ目は口だけ浩二喧嘩キックトーナメント、3つ目は男が喜ぶマチョ美女トーナメントです。これまで何度も日本格闘技界はテレビ依存型のビジネスモデルだと言ってきました。今回も視聴率や一般受けを考えて次のライジンの試合カードを予想します。1つ目はガチガチのバンダム級戦線についてです。1試合目はベラトールチャンピオンアーチュレタ vs 堀口恭司選手です。お分かりの通り、この予想は年末の朝倉海 vs 堀口恭司で堀口恭司が勝ったことを前提に予想しました。2つ目は朝倉海 vs 井上尚弥です。ライジン側としては負けた朝倉海選手に連敗はさせたくないので勝てそうな相手を持っていきたいのですが、海選手が断固として実力者を呼んでほしいということで井上尚弥選手になりました。正直井上尚弥選手がもし大晦日に元谷選手に勝ったのならば、井上尚弥選手が朝倉海選手を相性的に考えて倒す可能性があるのではないかと考えています。バックチョークで井上尚弥選手が一本勝ちするのではないでしょうか。そして3試合目が佐々木うるか選手 vs 元谷勇気選手です。元谷選手は井上尚弥選手と大晦日に戦うのですが、正直どちらが勝つかわからないぐらいレベルの高い試合だと思います。一応前提として元谷選手が負けたことにして予想してみました。佐々木うるか選手は滝沢選手に勝ったという前提です。ここでもバンタム級トップ戦線の争いになります。まとめますと、ベラトール王座vs ライジン王者のアーチレーター vs 堀口恭司、朝倉海 vs 井上尚弥の次期スター決戦、佐々木うるか vs 元谷勇気の生き残り決戦です。次にテレビ用として、テレビ用スター口だけ浩二選手の有効活用です。浩二選手が60キロのトーナメントやればいいと言ってたのですが、普通にキックボクシングルールでトーナメントをしても浩二選手は勝ち残らないと思いますので、ライジンは基本的には MMA の大会ですので、できるだけ MMA 選手を揃えて浩二選手がどうにか勝ち上がるトーナメントを考えてみました。ただキックボクサーと MMA ファイターがやってもどうせキックボクサーが勝つと思ってしまい面白みがなくなりますので、喧嘩キックというルールを考えてみました。ルールとしては MM ファイターが勝てる可能性が高くなるように、グローブはオープンフィンガーグローブ、組みついてからの打撃は1回 OK、 そしてこれが目玉なんですが肘アリにします。そうすることによってオープンフィンガーで肘アリだと MMA ファイターがもしかしたら勝てる可能性が出てきます。それでは1回戦なのですが、浩二vs 扇久保選手となります。浩二選手には負けてほしくないライジン側の意向でグラップラーである扇久保選手が選ばれました。かといって扇久保選手は空手出身ですので侮れない相手になります。2試合目は金太郎選手 vs エバタツインズのどちらかです。エバタツインズは階級は下なのですが、もう通常肘張りルールでやってますので、金太郎選手とのマッチアップは面白いのではないでしょうか。正統派キックボクサー vs アウトローです。3試合目はイケメン対決、これもテレビ向けコンテンツです。白鳥大樹 vs カズマ選手です。どちらもかなりのレベルのイケメンです。特にカズマ選手は MMA ファンには馴染みがないかもしれませんが、非常に爽やかで俳優のようなかっこよさがあります。テレビ向けのイケメン対決、白鳥大樹選手は非常に減量が厳しくなると思いますので、そこをどう乗り越えるかが注目です。最後、浩二選手に喧嘩を打った中村寛選手 vs 滝沢健太選手です。これも滝沢健太選手は年末のライジンで佐々木うるか選手に負けてしまうのですが、ここで名前が挙がった滝沢健太選手の有効活用です。もともと空手もやってきたこともあり、喧嘩キックルールであればワンチャンあるのではないでしょうか。次の準決勝、決勝はワンデートーナメントして行います。おそらく浩二 vs 中村寛、白鳥大樹 vs 金太郎選手などになるかもしれません。テレビ向けとしては悪くはないのではないでしょうか。最後に男が喜ぶ筋肉美女フライ級トーナメントです。これは渡辺香菜選手 vs 中井凛選手を実現するためのトーナメントです。正直フライ級の MMA ファイター女子に限ってはほとんど頭数を揃えることができませんので、ここで実現します。もう一つは杉山静香 vs かなり怒られると思いますがケイト・ローダス選手です。秒殺されるとは思いますが、ケイト・ローダス選手のお披露目会ということで負けて当たり前の杉山静香選手を持ってきました。非常に華やかなトーナメントでテレビ向けだと思います。その他テレビ
ビ向けの美人すぎるレーナ引退トーナメントなども考えています。続きは試合予想パート2で話します。以上となります。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。